絵が好きで彫刻とか、まあ、ものづくりがすごく子供の頃が好きで、まあ、画家になるとか彫刻家になるとか小説家になるとかそういうことはずっと思ってましたけど、一番なりたかったのはですね、宇宙飛行士。ゲーム開発って非常に宇宙開発に近いんですよ。僕が得意なものってまあ世界観とかストーリードラマティックなものっていうなんで、そこに当時のゲームはなかったんですよね。まだないんだったら僕は最初に入れてやれっていうことで、それでゲーム業界のまあ文句を叩いたと。業界初とかっていうことが一番好きなんですよ。誰もがやったことないことで評価されたいと。同じ夢を持った人たちが同じ宇宙船に乗って誰もが行ったことのない世界に行きましょう。そのためには最先端のテクノロジーがいりますというので、エンタープライズ号っていうキーワードでやってます。全て内作でしないと最先端のテクノロジーを扱うのでクオリティが出ないんですよね。どういう人たちと仕事するか、そこは非常に重要。ゲーム作りって非常に長い航海で、誰もが行ったことのないところにチャレンジするので非常に厳しい。それを乗り越えられる意思っていうか、その意思を持ってるかどうかっていうことですね。企画だけやってどっかに任すとかそういうことではなくて、企画を含めたものづくりを全てこのコリバプロダクションでエンタープライズ号でやるっていうことで進めてますけども、やっぱり世界中にはいろんな特化した才能とかがあるので、オランダのアムステルダムでありますゲリラゲームズさんの作ったエンジンをお互いコラボレーションしながら、手島エンジンというのを作ってそれを使います。まあ、昔は30年前の話になるんですけども、プラットフォーム の, その性能がすごく低くて表現が全然できなかったんですよ。今はそうじゃなくて逆です。もうできることがものすごく広くあって、その中でどういうゲームを作るか、ゲームデザインをするかっていう、ほとんどこう180度違うゲームの作り方になってます。今作ってるデスストランディングでは実際の俳優さんをキャプチャーして、声と表情と動きを全部撮って、それをゲーム空間に入れるっていうことをしてます。シンクステーションさんのおかげでっていうか、それでつながってるという結果なんですよ。スタジオ内と、スタッフと端末と海外も含め、それからあらゆる僕らのデータね、なかなかこうピンとこないと思うんですよ。そこが一番重要なところではあります。インフラといえば簡単なんですけど、もっとちょっと大きなものですね、このこんだけの規模になると非常にありがたいというか、そこがないとエンジンがいくらあっても成り立たないんですよ。僕らはそのものを作って、遊びを皆さんに提供して、あるいは皆さんと一緒につながって遊ぶことで、人類の未来を作ろうと。それがまあコジプロのビジョンでもあります。